ノーザンプトン90巡洋艦、ノーザンプトン90巡洋艦、ノーザンプトン90巡洋艦、ノーザンプトンクラスヘビークルーザースは、アメリカ海軍の重巡洋艦の艦級。条約型重巡洋艦の第2グループで1927年度計画により6隻の建造が認められ、全球の不具合を改善することを目的に、解説計が行われた。 本級は、ペンサコーラ級の重量像と予算超過に対応する形で設計された艦である。全級で10問あった手法は1問減らされる代わりに、すべての手法等を8インチ3連装砲塔に統一し、これを3期9問として火力の低下を抑えつつ軽量化された。一方で、防御面において走行範囲と走行圧が強化された。 全球よりも走行は強化されたが、砲塔数が減ったため防御重量は軽くなり、その結果ワシントン条約による制限排水量よりも1000トン近く軽量であった。また、全球で問題であった量波性も、喫水から艦渉まで高い選手楼型看板を採用することでしのげ波み性が改善された。後期に建造された三隻は、 機関として使用するため後部の還元が拡張された。本級は艦載機の格納庫を設置し、シングをハンモックの代わりにベッドを使用した最初のアメリカ軍艦艇であった。船体形状は全級が平ら艦艦型船体を採用していたのに対し、本級から艦首艦板の未還元の高い単船主労系船体に改められた。 本級の手法には全級から引き続き、マーク 920.3cm、55口径法を採用したが、すべて3連装砲塔に改められ、これを監視看板に背負い式配置で2機、その背後に司令塔を組み込んだ箱型環境を基部に、頂上部に射撃式書を載せた三脚型の全部マストが、立つ。三脚書の背後に日本煙突が立つが、 本級の期間は全級に引き続いて、シフト配置を採用しているために、前後の煙突の間隔は広く取られていた。一番煙突の基部で選手楼が終了し、煙突の間は水蒸気の運用スペースとされるのは全級と同じだが、二番煙突の基部に新たに水蒸気格納庫が設けられた。このために、 原則配置のカタパルトの射出先が格納庫と、選手ーによって狭められるのを防ぐために、カタパルトの課題を高める必要があった。水蒸気は2番煙突の基部についたクレーン1機により、押収される。2番煙突から、後ろは全部の半分程度しかない背の低い三脚式の後部マストが立ち、その背後に3連装砲塔1機が配置された。 全球で問題となっていた高すぎる前後のマストは本球において高さが低めれ低くなったチューブ板とともに船体の重心低下に貢献した。また、手法制射時の爆風対策に環境構造の密閉化が進められた。本球の量波性能は改善されたが一方で細身の船体から降る復元性の不足と同様の激しさから海洋での安定性に欠けるのは全球と 同様で手法聖射時の散布界の増大は解決されなかった。また、中部甲板と後部甲板の高さ不足から来る溶石不足が指摘されており、居住性不足は未解決のままであった。手法は引き続き、マーク 920.3cm55 口径砲を採用している。性能は重量 97.5kg の砲弾を、 最大行角41度で29,130メートルまで届かせることができた。不要能力は行角41度、不角10度で、旋回角度は、旋回守備線方向を0度として、左右150度の旋回角度を持つ。発射速度は、毎分3から4発である。前球では三連装砲塔と連装砲塔の混載であったが、本級において、 全種砲塔を3連装砲塔に統一した。これにより使用防御庁の短縮につながり、防御重量の節約となった。広角砲は引き続き、12.7センチメートル、25口径広角砲を採用した。この砲は24.43キログラムの砲弾を、最大行角85度で、高度8352メートル、体幹用として、 行角四十五度で一万三千二百五十九メートルまで届かせる性能があった。旋回と不行は電動と人力で行われ左右方向に百五十度旋回でき、不行は行角八十五度、深く十五度で発射速度は毎分十五から二十発だった。これを単装砲画で片原四機系八門を搭載した。他に手法では 対抗不能な相手への対処として 53.3cm、水上3連装魚雷発射艦が、片言1機ずつ、計2機装備された。後に、対空兵装の強化によりチメートル広格砲は、倍の発揮八門に加え、メートル機関砲、四連装四機から五機に 20mm、70後継機1022から26長、12.7mm、 機銃八丁が追加されたが、これの代償として、魚雷兵装は撤去された。前述の手法等搭載の変化による武装重量減少により、防御重量を増加することができた。これにより、本級の防御力は、さらなる強化が行われ、原則の推薦武装校は、全級の 64mm から 76mm と強化されが、甲板防御は 25mm のままであった。 弾薬庫防御は課題であるとされ、本級では逆に減圧され、減速 95mm されたが、逆にう圧らは 51mm と強化された。耐水雷防御は全球と、同じく弾薬庫の側面部のみ一層の燃料層で、防御しているのみであったが、全球よりかは若干は区画細分化や、浸水対策は進められていた。本級の機関は全球と変わりなく、高温蒸気を使用する。 ホワイトイコール、フォスター式重油浅昇水管管を発揮と、パーソンズ式、ギヤードタービン4機4軸推進で、最大出力10万7000馬力、速力32.5ノット公おけ試みで、発揮した。本級の機関配置は前述の、通りシフト配置方式で監視からボイラーに気づつ、収める、第一貫室と、第二貫室の背後に、タービン機関2機を収める、第一機関室。 水密隔壁を挟んで、第三管室と第四管室の背後に、第二機械室の順番で配置した。本級は、オマハ級より継承された、シフト配置により前日の脆弱な水中防御を、機関配置で補っていた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。